4番、鈴木誠也が怪我で離脱しても勢いは全く衰えなかった。ペナントレースを独走した広島カープだが、その強さとは裏腹に複雑な思いを抱いているファンがいる。本紙、週刊ポスト前々号で、ファンの観戦マナーの悪さや、チケットの買い占め問題、対戦相手本拠地でも、でかい面をするなどを、往年のファンたちが嘆いているという記事を掲載したところ、 編集部には大きな反響が寄せられた。記事には賛否両論あったがよくぞ書いてくれた甲子園のライトスタンドのカープファンのマナー違反は旅を超えているといった本誌記事に賛同する声が多数を占めた。その中で本当にその通りいやそれ以上にひどいです。ぜひもっと取り上げてもらいたいと連絡をくれた松田スタジアムの近くに住む30代男性に話を聞いた。 試合の2、3日前から、球場正面で寝泊まりして試合開催を待っている人たちがいるのですが、夜中にもかかわらず缶ビール片手に大宴会。そういった宴会軍団がいくつもあり、彼らは酔って大声で叫ぶので、近隣住民は大迷惑しています。何度も球団に苦情を出しましたが、改善されていません球場の管理事務所や所轄警察に訴えても、 カープさんにお任せしていますと突き返されてしまうという。彼らが試合前から寝泊まりするのは、試合当日の開門と同時にダッシュして内野自由席を確保するためだが、ここでも問題が起きている。30年来のカープファンだという60代男性が、言う。